今日6月10日は時の記念日です。藤枝市では珍しい時計を集めた展示会が開かれています。時の記念日は今の暦で671年6月10日にあたる日に、天智天皇の命により漏刻と呼ばれる水時計を使い、初めて宮中に時が告げられるようになったという日本書紀の記述に基づいて1920年に定められたものです。藤枝市岡部町の大旗子菓子場屋で開かれている展示会では、天智天皇が皇太子時代に日本で初めて作らせたと伝えられる漏刻の模型が展示されています。またお香の燃える速さで時を知らせる香盤時計や、線香を使った線香時計の実演が行われており、緩やかな時の流れが感じられます。その他、柱時計など合わせて30点ほどの珍しい時計を見ることができます。